はい、おはようございます。今日はね、8月26日、とにかく金曜日です。これからね、翻訳の、ワークショップで、ね、初めての授業が始まります。でですね、私あのビデオをね、今ねようやく今出力が作成が終わって出力をしている途中だったんですよね。なのでね、もうこうやってビデオ片手にね行こうかというところです。ちょっとお掃除してるんで、あっちから行きましょう。The writer that simply immigrants shows up on our roster, but not always. Sometimes there are people who come back exceptional quality to it when people show up in this class. And again, I'm saying this for everybody's benefit because the thing that I did the whole book in a workshop, me and my colleague, she was here in 2015, Marisa Gudari. So we wrote book together, we wrote it together as a workshop. See, she wrote in Swedish, I wrote it in Arabic, we translated. Just call me Seven. Yeah, it's a number. I'm from China and I write in Chinese mostly. This week I practice the translation of my poems into English. So like rewriting it actually. So hope it works. Yeah. もう昆虫はね、殻だとね、さっきの新種が試して殻だからね、あの2番目のね、水だけ出てくるぜみたいな、実際そうでしたね。その後メキシコの彼女が昆虫をね、試しまくったんですが、やっぱりダメでした。というわけでね、あのいただきました、お水と。お水美味しいです。クッキーもね、いただきました。あ、それちょっと曲がってきてる。まあご覧の通りですね、曲がるぐらいね、柔らかいというかね、弾力があります。ホームメイドって感じでね、なんだろう、おばあちゃんが作ってくれたクッキーみたいな、そんな味がします。ですね、この美術館がどうもね、今日がオープニングらしいんですね。まあだからリボンカットがあったと。もう終わってた。そりゃそうですよ。
一番最初にやるよ。まあともかくですね、それで、まあ、明日かな、週末クラシックコンサートが行われるらしいです。ベンディングマシン、よし、こっちだ。あ、ここだ。ここじゃない？なんか動いてるし、なんかやってますね。なんか、なるほどね、ボトル入れたらいいんだ。あ、1.5 なのに、なんでだ。なるほど、やっぱりあれかな、洗剤自分で買ってこなきゃいけないのか。もうお腹すきましたね、結構ですね。あ、これ昨日のほら、あれです。 Tonight、 欲しいからね。はい、はい、というわけでね、ちょっとね、もう8時なのでね、夜の、もう多分、ね、みんな、ね、すごいかなり早い段階から今日はもうご飯に行っちゃってて、私はそれに合流せずですね、作業してたので、もうね、今さら皆さんご飯どこって言ってもね、もう終わってると思うので、なので私はね、これから前剛さんにおすすめいただいたハンバーガーをね、初ハンバーガーなんですね、何気にね、食べに行こうと思います。でね、こういう感じでちょっと、ね、Google マップでその場で焼いてもらえるというハンバーガーをね、剛さんおすすめのハンバーガーの場所を探そうと思います。 Google マップめちゃくちゃ便利なんですよね、ちゃんと日本語でチケットを越していけばいいんだ。なるほどね。なんだかんだこの夜ね、まあ、スーパーには行ったことあるけど、あ、金曜日の夜だからかな、なんかこの雰囲気初めてだなと思いました。みんなはね、多分 1,2 回バーに行ってるみたいなんですけどね、私はお酒は飲まないので。そしてね、なんかこの音がさっきからずっと聞こえてんだけど、なんだろう、アイスクリーム屋さんかな。なんかよくホラー映画に出てくるアイスクリーム屋さんの音楽をしてますね。アイスクリームだー。そしてこのバスかわいい。いらっしゃるようです。これをまっすぐ行ったところ、昔2018年に行ったあそこかな、あのスーパーかな、お惣菜とかも確かに売ってたんですよね。これですね、あ、ここだ、ここだ。ここね、はい、2018年に来ましたね。そうか、ターゲットにお客を取られたのかな。いや、でもね、野菜とか絶対こっちの方が売ってます。ほら、ね、これね、野菜とか
うん、食べたら全然見なかったからすごいみずみずしいですね。綺麗、陳列もすごく綺麗ですね。はい、ブレックファストってダメだよね今。うーん、やっぱりじゃあ初志貫徹でハンバーガーかな。うーん、まあ高いといえば高いけど、日本もね、そのきちんとした焼くハンバーガーって高いからね。フライドスペシャル、ブリルチキン、ホットローストビーフ、アンドフライス、ビヨンドバーガー。あ、ベジタリアンのダメなのね、ビヨンドのやつですね。いわゆるこう大豆ミート、ちょ、気が早いんだから、もうじゃあベーシックなの肉だと思います。メクタダブル、ダブル。ダブルにしちゃおうかな。ちょっとね、タンパク質だと思います。これどういうこと？あの、アドチーズ。あー、でも何もないのもね、ペッパージャック。あ、いろいろ食べます。チェダー好きなんだ。でもちょっとアメリカにしてみましょうか。1個、あーちょっと1個コンティニュー。あー、トッピング、フライドエッグ、レッドオニオン、ちょっと気になりますね。これあれみたい、何も値段書いてないのはただでくれるらしいよ。ちょっとこの3つを入れてみます。ベーコンとかもいらないね、いらないっす。結果的に11ドルになりました。テイクアウト、テイクアウトかな。ちょっと外で食べましょう。ちょっとここはね、微妙に人がいてもいなくても緊張感が漂います。あ、それで出てきてました、ここに。こうして、ちょっとすいません、ちょっと操作がここに、こうして出てきてましたね。楽しみですね、あそこで焼いてんのかな。よかったね、頑張って聞いて。何でも聞かなきゃね、ダメですね。わー、おいしそう。こんな風に言ったらさ、ハンバーガー食べるのはここアメリカって初めてなんですよね。ずっと下げてきたからね。わー、焼きたてです。 Thank you。 めちゃくちゃいい人でしたね。鶏肉はね、2.50 でどうしようかな。というわけで、ちょうどいいところがあったのでね、こういう机がっていうところがあったの。ちょっと飲み場が近いですが、まあもう耐えきれないので開けてみます。オープン。おー、美味しそうなんじゃないでしょうか。あれ、でもこれ手で食べるのか。まあハンバーガーいいとして。あ、ペーパーもらっときゃよかった。とにかく食べてみたいと思います。地元の人に聞くのは一番、美味しいものは地元の人が知ってる。